貴様、貴様が例の彫刻家ってやつか。何者だってめえは。妙な動きしてんじゃねえぜ。命令ゆえに殺さなかったが、てめえがスタンド使いと分かった今は、その目ん玉と目ん玉の間にもう一個穴が増えねえって保証はどこにもなくなったぜ。何者だ、なぜブチャラティを知っている。花屋の娘の転落死も気になるが、なぜ俺をレストランからつけた。娘、あんた警官か。いや、警察にこんなこと。いいか、このゲロ野郎、質問すんのはこの俺だ。おめえは答えるだけだ。それだけに集中しろ。いいな、余計なことを言ったりやったりするのはやめろ。余計なことって中には嘘を言うことも含まれんだからな。よし、一つずつ質問するぜ。順番を追ってだ。おめえはギャングか、どこかの組織に属しているのか。後で調べればわかることだがな。いや、僕はただの彫刻家だ。有名ではないが、生活はできている。じゃあなぜスタンド使いになれた。そのスタンドとは何のことか知らない。この能力のことなら、いつしか子供の頃から出るようになった。あんたもそうなのか。えい、次の質問だ。なぜ俺をレストランからつけている。そしてなぜてめえはこのブチャラティを知っている。ブチャラティ、ブチャラティというのか。彼の名は、彼に合わせてくれ。一緒に来てるんだろ、このマンションに。へい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 、質問の答えになってねえんだよ、この間抜けが。あんたの気に入る答えじゃないかもしれないが、この石は僕の心とは無関係に動く。子供の時からずっとそうだった。自分ではどうしようもないパワーなんだ。石はあんたをつけてきたんじゃない。彼を、ブチャラティをつけてきたんだよ。ほうほう、そうかよ。てめえ、そんなに二度とのみが持てねえ体になりてえっつうのか。予想が外れて残念だが、ブチャラティは遠くの場所に行ってんだよ、ボケ。嘘を言っているのは君の方だ。ブチャラティはこのマンションに来ているはずだ。合わせてくれ、彼の人生に関わることなのだ。なめてんじゃねえぞ。花屋の娘も殺したな。おめえの目的は一体な。てめえ何やってんだこら。妙な動きをするなと言ったはずだぞ。石は言ってしまった。ああ、歴史の頂点に輝くかのミケランジェロが言った言葉がある。私は大理石を彫刻するとき着想を持たない。石自体がすでに彫るべき形の限界を定めているからだ。私の手はその形を石の中から取り出してやるだけなのだと。何言ってんだこの野郎。すぐに石をここに戻さねえと貴様死ぬことになるぜ。ミケランジェロは究極の形は考えてから掘るのではなく、すでに石の中に運命として内在していると言っているのだ。彼は掘りながら運命を見ることができた芸術家なんだ。あのブチャラティの形も僕が掘ったわけではないし、君の銃弾が掘ったものでもない。あれは運命の形なんだよ。象は胸に穴を開けられ血を流していましたね。数日後か、あるいは数ヶ月後かわからないが、ブチャラティは近いうちにそうやって死ぬ。我々はみんな運命の奴隷なんだよ。それが僕の能力、ローリングストーンズの意味なんだ。